はい、皆さんこんにちは、マイクです。今日はですね、ダイソーさんのこの帽子クリップをですね、2つ使いまして、マスクをね、作ってみたいと思います。はい、このようにですね、2つ取り出しました。それで今回はですね、こういうキッチンペーパーを使ってみたいと思います。キッチンペーパーはね、こう1枚こう取り出しまして、まあ、大体折り目がついてるんですけども、まあ折り目に沿ってですね、こんな感じで、ちょっと小さいですかね、小さいでしたらですね、こういう感じで折り目をうまく使ってですね、でこうですね、隅にですね、クリップでこう留めるような形になります。4つクリップをですね、もう猫のおもちゃになってますね。こんな感じですかね。これ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 、ちょっとちょうだいちょうだいちょうだい。猫がね、気になってしょうがないですね。こうですね、四隅にこう入れするだけですね。こんな感じです。でこうなるわけですけど、ちょっと紐がだいぶ余りますので、これゴム紐タイプをね、ぜひね、使ってほしいんですけど、ゴム紐ですね。ゴム紐タイプなので、まあ大体、自分のお顔の方ですね、フィットするような感じで、ちょっとこう、大体こう目安をつけていただいて、私の場合はこの辺りですね。ここをですね、ちょっとこう、こんな感じで、結んでみます。こんな感じで見ます。簡単にですね、軽く結んでみますね。ね、こんな感じですね。まあ大体同じような長さになるように、これはまあ適当でいいと思いますね。感じですね。こんな感じですかね。うん、それで、サイドですね。こんな感じになりますので。こうやってですね、耳の方にかけますね。こんな感じになりますね。これ、今回はですね、キッチンペーパー使ったんですけども、ハンカチとかで、とかガーゼとかですね、そういったものでですね、代用は効くと思いますので、まあ、このマスク不足のね、中で、まあ、こんな簡単にですね、マスク作れますので、一応、まあ、これでもですね、しないよりはマシかなと思ってます。まあ、皆さん、工夫されて、手作りマスクとか、作られている方も、非常に多いと思いますけども、まあ、こういう感じで、縫わなくてもね、済みますので、紙一枚、そういう、なんかこう、覆う、ものですね。布でもそうですけど、何でもいいですけども、薄いスポンジ状のね、ものでもいいですし、もう本当に何でも、もう、下手すれば普通のね、新聞広告みたいな、ああいうのでも、全然いいかもしれませんね。ですんで、そういうようなね、こんな感じで、クリップですね。今回は、ダイソーさんの帽子クリップを2つ使いまして、簡易マスクを作るということで動画を上げさせていただきました。で、今回はですね、この辺りで失礼いたします。またこれで、この作り方がですね、また何かの参考になればと思いまして、ご紹介させていただきました。それでは失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。マイクでした。